昨日、後楽園ホール、おかげさまで皆様のご協力をいただきまして佐藤浩平デビュー15周年記念大会後楽園ホール無事に、事故なく終了することができました。本当にありがとうございました。メインイベント佐藤浩平選手、プロレスラーになって初めて、教わった技その逆エビ固めで、敗戦となりましたが、その15周年を皆様支えていただきましたこと本当に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。本日は一明け会見という形で、またかつ、来るべく11月19日、新木場ファーストリング大会もう早速決まったカードもございますので本日は皆様にお集まりいただきましたありがとうございます。それではまず、当社でございますドリームオンステージ、代表取締役大野義隆の方より皆様に、感謝のご挨拶も含めましてお話をさせていただきます。ではどうぞ。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。昨日、ドリームオンステージとして初めての、後楽園大会ということで、佐藤浩平デビュー15周年ということでしたが、非常に盛り上がって、私自身も感激しております。これを機にですね新生ゼロワン頑張っていきたいと思います。それと、12月、新木場大会より、タッグマッチ風林火山復活ということで、頑張っていきたいと思います。昨日後楽園の時にですね、研修生でいたクリスが正式に、ゼロワンに入団という形になりました。クリスはですね、毎日ですね、道場来て、熱心に練習してますんで、これから、どんどん強くなって将来的にはゼロワンを背負っていっていただきたいなというふうに思っております。続きまして、来年の1月1日より、後楽園大会を、毎月1回、やるというふうに宣言をしましたが、ここでですね後楽園の1月1日元旦後楽園の、カードを一部発表させていただきます。後楽園に関しまして、1月元旦はですね、4大タイトルマッチを、ゼロワンとして行っていきます。元旦に向けてこれから、邁進していきたいと思いますのでよろしくお願いします。補足でございます。12月まだ、試合がございますので、タイトルマッチ誰誰という対戦カードは発表できませんが、世界ヘビー級そして、ジュニアの、2冠戦ですね NWA 世界そしてインターナショナルそして、インターコンチネンタルそして、インターナショナルライトタッグの4台を、考えております。 UN 以外のその4台タイトルマッチを行いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは続きまして昨日15周年を迎えることができました、佐藤浩平選手でございます。皆様への感謝も含めまして、ご挨拶をさせていただきたいと思います。では、はい、お願いします。はい、昨日の後楽園ですけど、自分の15周年ということで、来ていただいたお客様と、魔法をして、心よく受けてくれた選手の皆様に、まず感謝を述べたいと思います。そして、一晩経ってとりあえずその15周年というあまり祝われることが得意でない自分としては、とりあえずホッとしたっていう気持ちと、冷静になっているんで負けたことに対する悔しさっていうのが、普通つと湧いてきているところなんですが、これで、団体とも15周年ですし、新しい、体制になって、
の、スタートを切ったと思ってますので、これから、来年、再来年と、まあ、これから、まあ、先に向かって歩んでいきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。それでは皆様のご質問をよろしくお願いいたします。この試合を改めて振り返ってどうですか。はい、まあ、試合自体はそうですね、ダイスに関しては本当何度もやってる相手ですし、もう何もなんか変な小細工もそこなく、まあ、ぶつかった結果ですけども、まあ、昨日も言った通り、まさかああいった形で負けるとは自分の中でもちょっと想像してなかったところがあるんで、まあ、試合終わった直後はちょっといろいろこう、なんていうんですかね、昔を思い出したりとかいろんなことがありましたけど、まあ、一晩経ってみると単純にまあ悔しいってだけなんで、はい、まあ、今後まだ何度も当たる機会があると思うので、はい、借りはしっかりと返したいと思います。今後20周年に向けては、まあ、16周年、はい、17周年ですけど、はい、いや、そうですね、まあ、とりあえずさっき、発表があるとおり簡単にタイトルマッチという形なんですけど、まあ、その前にタイトルマッチが組まれて自分が、まあね、ひょっとしたら落とすという可能性もなきにしもあらずなんですけど、まあ、その元旦にはその大タイトルマッチという形で発表されている以上、自分が世界ヘビーチャンピオンとして元旦のリーグに立ちたいと思います。まあ、でもその前に元旦もそうなんですけど、とりあえずそうですね、今月もまたまだ試合もいくつもありますし、近いところ新規はでしたっけ、カードってこの後発表させていただきます。はい、はい、あ、はい、じゃあ今ございました新木場大会ですね、佐藤浩平選手は田中将人選手と組みまして、スモップ、将軍岡本選手、浜良太選手組と対戦が決まっております。そうですね、まあ、今カードが来ましたけどとりあえずその先のことも当然なんですけど、まあ、一つ一つ目の前の試合をまずきちんとこなしていくことだと思いますし、昨日それこそ将軍に関しては岡田にしてすごいバチバチした試合をやってたので、まあ、やはり試合数もこなしてだいぶスモップとしてもスモップとスモップなのかはぐれなのか分からないですけど、本人がすごいやる気というか、はい、勢いがついていると思うので、まあ、そのパートナーも浜ちゃんという最重量の選手なので、そうですね、まあ、いつもあったらあまり組むことのない田中さんとのタッグなんですけど、まあ、田中さんとはもう試合することの方がどちらかといえば多い方ですけど、まあ、組んだら試合をする以上に横にいてくれたら頼もしい存在なので、スモップを撃破してスモップの親玉っていうんですかね、スモップの一番とぶつかってみても、田中さんと組んでぶつかってみても面白いのかなと思います。はい、で私の方で、対戦カードを発表させていただきます。格物父と言いまして、タイトル名にございます。こちらの方ですね、物事の本質を突き止めて理解し知識を深めることという、古い言葉でございます。プロレスの追求、たくさんの今、数ある団体の中で、その自分たちの信じた、この痛みの伝わるそのプロレスを追求し、改めてまた自分たちで勉強していく、このプロレスを追求していくという、気持ちの表れでございます。その新木場大会第1試合は先ほどございましたクリス・オンドーフ対神風、第2試合でございます横山義和、井上京子対タル豊田真奈美、
シングルマッチと書いておりますがタッグマッチでございます。日高行くと名古屋の石田新也組対小高勇塚本匠組、そして同じくタッグマッチ30分一本勝負は大谷慎二郎田中稔組対菅原拓也鈴木小太郎組、そして今白熱をしておりますこの外国人ナンバーワントップ争いジェームス・ライディン対ハートリー・ジャクソンシングルマッチでございます。バートリーとなっておりますがハートリーの間違いでございますね、取りになってしまいます、すみません。で先ほどの、関本大輔失礼いたしました佐藤浩平選手田中将人組対将軍岡本浜亮太組、そして最終試合でございますシングルマッチ昨日の、アピールがございまして、急遽決定となりました30分一本勝負最終試合は小畑優作飛沫優勝者の小畑優作対甲斐、シングルマッチで決定でございます。それでは、この新木場大会に向けまして各選手コメントを何試合か出させていただきます。第2試合に組まれました昨日、そのタイマンを、制しましたタル選手、そしてこの横山義和選手、本日は横山選手のみ来ていただいておりますのでよろしいでしょうか。では中野にお願いいたします。お前ら、俺のために集まってくれてありがとう。昨日、俺は納得してねえんだよ、あいつに負けてよ。お前らも納得してねえだろ。なあ、起きた。お前も納得してねえよな。いや、結構いい感じの収まりだ。黙っとけよ。次の新規場、もう樽には了承を得て、会社にも了承を得て、今のカードが決まったんだよ。このカードはな、先月の新木場で、めちゃくちゃ盛り上がった試合なんで、マナミにも俺は負けてるしよ、タルにも昨日あんな目に遭わされて、リベンジだよリベンジ。なんか文句あっか、ねえよな。もう決定だよ決定。以上。お写真だけでも面白ければ。早く取れよ。続きましてございます、タッグマッチ30分一本勝負大谷慎二郎、田中稔組、かなり珍しいタッグマッチでございますが、タッグでございますが大谷慎二郎田中稔組対現在のその天下一ジュニアトーナメント優勝準優勝いたしました菅原拓也鈴木小太郎組、本日は大谷慎二郎選手にお越しいただいております。それではよろしくお願いいたします。皆様、先ほど、大野社長の方からも、お礼がありましたが今一度、我々の新体操になりましての初めての後楽園大会、皆様多数ご来場いただきまして本当にありがとうございます。そして今日も、一夜明けということで、マスコミの皆様集まっていただき本当にありがとうございます。少しだけ昨日の試合を振り返らせていただくんですけども、金村選手と、昨日戦うことができました。おそらくこれが最後になるんですかね。金村選手が引退を発表されてから僕の中でやはりどこかでまた戦いたいという気持ちが、あってですね、昨日ああいう形で、実現したことを本当に、嬉しく思います。やはりでもプロレスラーとして、一人で戦う男としてですね、試合に負けたことは非常に悔しい、非常に悔しくてたまらない。しかしながら、金村選手の、戦う時の姿勢というか目というか、僕の中に、なんですかね、心に響くものがありました。やはり金村選手のああいうキャラとかスタイルもありますのでね、どういう見方されたか分かりませんが僕の中で非常に、染みる試合でしたね。金村選手と戦ったこと、
これが最後になるという思いから非常に心にしみる、試合になったんじゃないかなと思います。で試合後のマイクでですね、我々に対する感謝を述べてくださいましたけども、我々も金村選手そして黒田選手、そういった選手たちからですね支えてもらった、成長させてもらったもたくさんありますんで我々も感謝、昨日試合後も言わせてもらいましたが大谷慎二郎金村金太郎の関係はお互い感謝という形で、終わりにしたいと思います。小宮さんを通して、金村選手本当に昨日ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。そして、次の、新木場、のカードですけどもやはり今当面僕はこの菅原、と鈴木小太郎この2人、何としても倒さなきゃいけない、僕の中で、一番倒さなきゃいけない2人なんですね。その2人と、戦うにあたり、パートナーに田中みのる、こんな頼もしい男は僕はいないと思いますね。これ僕の勝手な記憶ですよ、勝手な記憶ですけど2人で組むっていうのはもしかしたら僕あんまり記憶ないんですね。あるかもしれないですよ、もちろんですけど3人だったらあるんです。金本さんが入って3人とかね、小林さんの大会では、ウルティモドラゴンさんと一緒に3人でありましたけど2人というのは、うん、もしあったら申し訳ないです。僕の中でもしかしたら初めてなのかなという気がする。でももしあったとしても僕は初めて組ましてもらうような気持ちで、戦いたいと思います。田中みのると組んだら、負けるわけにはいかない、そういう十字架を背負ってリングに上がる覚悟でございます。全力の、ゼロワンジュニアの戦いをお見せしたいと思います。ご期待ください。はい、ありがとうございます。それではマスコミの皆様よりご質問ございましたらぜひお願いいたします。菅原選手は展開地に優勝ということで、その菅原さんどう今のかどう見ますか。いや、間違いなく展開地を、経てですね、間違いなく僕は、一段階、いや二段階ぐらいレスラーとして成長していると僕は思いますよ。これは決して上から見る問題ではなく、ゼロワンジュニアのみんなが目指すトップの展開地を取ったんですから、うん、ゼロワンジュニアの一つのトップであるのは僕は認めてますし、もう一つのトップは僕ですから、ベルトを持ってるのは僕ですから、うん、菅原とは近いうちに必ず、決着をつけなきゃいけないなと、僕は思っております。はい、でもまあ、僕らもやはり試合がどんどん組まれてましてですね、ジュニアスには風林火山も行われますんで、そこも僕も全力で戦おうと思ってますんで、僕はもうこれぞというパートナーを、今自分の中で模索しているところでございます。このタッグのトーナメントも最高の大会になるよう、全力で向き合いたいと思います。ゼロワンといえば外国人選手でございます。現在ゼロワンのトップ、間違いなくそのトップといたしましては、ジェームス・ライリー選手、現在も NWA のインターコンチネンタルタッグチャンピオンといたしまして、君臨をしていただいております。そのジェームス・ライリー選手のポジションを狙うべく、この男が4年半ぶりにゼロワンに戻ってまいりました、ハートリー・ジャクソン選手、昨日の後楽園ホール大会では NWAUN ヘビー級をダッシュという形になっております。ブッファー、そして、神風との3ウェイを制しました、ハートリー・ジャクソン選手、そしてジェームス・ライリー選手との外国人ナンバーワン争い、このトップの座をついにこのシングルマッチで決定いたします。本日は両選手お越しいただいておりますので、それではジェームス・ライリー選手、そしてハートリー・ジャクソン選手、よろしくお願いいたします。それではマイクが、ハートリー・ジャクソン選手の近くにありますので、まずは、ニューチャンピオンとなりましたハートリー・ジャクソン選手、コメントをお願いしてもよろしいでしょうか。スイッチオン。So we're here to talk about me becoming the new United National Heavyweight Champion. You know, if that's talking about the past, I held this title 5 years ago. I didn't come back to Japan to live in the past.
The past 5 years, all I've heard, the name is Ray Dean is the number one Gaijin. Ray Dean is 01. Well, I'm here to make a change. Hartley Jackson is the number one Gaijin. Hartley Jackson is 01. This belt is the past. It's time to make the future. And that future is destroying you, my friend. Do you have anything to say? First of all, thank you to all the 01 fans last night. Much respect to Akebana and Shogun. Thank you for the hard match. Jackson, like they say, it's better to be a has-been than a never was. You don't need to come back to Japan. This is a whole nother level to Australian independent wrestling. We're real professional wrestlers in Japan. This isn't entertainment, this is strong style Japanese wrestling. So, you want to talk about strong style? Do you know my history? Do you know where I started? You were nothing but a little kid when I first came in here. You were looking up to me because I was the champion 5 years ago, and now I am the champion again. You say strong style. You say fighting spirit. That's exactly what I have. You think this is different? You think that Australian wrestling is a little bit different? You think Japan is professional wrestling? Do you want me to show you what professional wrestling is? Yeah, how about we do it right now? Cocksucker. I'll be number one. You're going down, Raiden. You are going down. You're a joke just like that fucking top you're wearing.大変失礼いたしました。かなりお二人ともはエキサイティングしている状況でございますので、いかがしなくても思います。すいません。それでは最終試合でございます。シングルマッチ30分一本勝負で決定いたしました小畑優作対海、本日は両選手にお越しいただいておりますので、それでは海選手、小畑選手、両選手ともよろしくお願いいたします。後ろ下がった方がいいですね。大会前、気になる選手がいますという、ご報告をこの当社ゼロワンの方へいただきました、甲斐選手でございます。昨日の鈴木秀樹対小畑優作、試合終了後、甲斐選手の方より、小畑優作選手の方へ、興味があったのはあなたですというラブコールをいただいております。本日はこの戦いも含めましたシングルマッチ、ぜひ心境をお伺いしたいと思います。それではまずは甲斐選手の方でよろしいでしょうか。はい、お願いします。甲斐です。昨日もリング上で言った通りですね、気になっていた選手は小畑選手だったんですけど、正直同い年で今年末に優勝してジェラシーを感じてました。僕自身2年前火祭りに出て、準優勝で終わってるんですけども、その中で、2回過去シングルマッチで対戦してるんですけども、確か過去2回なんですけど、どうですか。その中で、全部自分が勝ってるんですけども、その中で僕が決まって準優勝しかできなくて、で小畑選手は今年優勝したっていう、やっぱどうしても気になってしまって、すごいジェラシーを感じてですね、俺の方が強いのにっていう気持ちもあって、それで昨日ああいう行動を取りました。それとやっぱりゼロワンさんが新生ということで、
まあ、新しくスタート切ったということで、僕自身もこの新しい戦いに加わって熱い戦いをしたいっていう思いがですね出てきて、来た次第です。はい、はい、ありがとうございます。それでは火祭り王者でございます、小畑優作選手、よろしくお願いいたします。はい、そうですね、昨日、自分の指名で鈴木選手に試合しまして、まあ、結果から言えば、まあ、悔しいですけど完敗だったかもしれないですね。ですけど自分は、舐められたままでは絶対に終わらせないんでね、もっともっと力をつけて必ずまた鈴木選手の前に必ず立ちたいと思います。そして海選手、昨日試合後リング上に入ってきましたけど、まあ、自分とやりたいみたいなこと言ってましたけど、まあ、自分も断る理由はないんでね、まあ、過去に海選手には負けてるんで、自分は負けっぱなしでは終わらないんで、必ず次の新規は必ず自分が勝ちたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは皆様よりご質問をぜひよろしくお願いいたします。最近の海選手の印象とかありますか？正直ちょっと見てないんでわかんないんですけど、はい、でもそうですね、2年ぶりくらいですか、はい、試合するのがやっぱり楽しいです。負けるつもりはないですけど。自分もこの前回、2年前ですか、海選手と試合して、その頃の自分とは今違うと思うんで、自分も負けるつもりはないです。海選手は久しぶりのスローワークでメインで、まあ、まず大畑選手がいますけど、ゼロワンでやっていきたいこととか。まあ、そうですね、今でもプロレス界若い世代がすごい台頭してるじゃないですか。で、僕たちも、まあ、俺たちですね、俺たち33、まあ、若いようで年取っているようで、まあ、どうなんだっていう多分ね、皆さん思うと思うんですけども、33歳もまだまだ若いんだっていうね、力を見せつけたいなっていう気持ちもありますし、俺たちがやっぱね、若い世代に負けないでプロ使いトップ取ってね、盛り上げていかなきゃいけないと思うんで、そういった意味でこの戦い盛り上げていきたいと思います。それを今後のゼロワンにもゼロワンさんにも熱い戦いを持っていきたいと思ってます。いや、正確に実はですね僕の間違いだったんですよ。実は安国に上がってました。誰もつかまなかったのでいいかなと思ったんで久しぶりのじゃあゼロワンに、はい、どうですか？いや、昨日もやっぱ見させてもらっててすごい、なんか痺れる戦いをやっぱして久しぶりになんかそういうのを感じて、やっぱこういう戦いしたいなっていうのをすごい思いましたね、はい。そこの前に加わりたい。いや、加わりたいですね。海選手、タイトル戦線に絡んでいきたい気持ちはお持ちですか？それはもちろん、まあもうその先の話じゃないですか。そのまずは19日の大田選手のシングルマッチ、これ勝たなきゃ意味ないです。それ以下によって僕が今後どうなるかっていうのもあるんで、そこに全力投球したいと思います。
警戒するところは特にないですね。同級生同士、熱い戦いして盛り上げましょう。試合決まってるので、自分は握手しないし、リング上で決着つけてやる。覚悟しとけ。絶対負けない。絶対負けない。